ぱね、こういうのに牛乳入れる瞬間っていうのは俺好きよ。俺も好き。みんな大好き、ドリンク同盟ようこそ。この動画はスタバのない田舎でもスターバックスが飲めるという、そういうコンセプトを元に作っています。田舎ディスってんじゃねえよスターバックスがなくても、うん、同じものを作れるようにあの俺がそうやるっていうね。今回はですね、チャンキークッキープラペチーノっていうね、クッキーが丸ごと1個入ってるよっていう、アーモンドとチョコレートクッキーを、まあ、丸ごと1個入れて、まあ、飲んでみようよっていう企画で、ショートサイズでも500円した。でちょっと飲んでみますね。これと全く同じのを再現したいんで、はい、結局これをまた洗って使おうと思うんですね。はい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 。あー、もう分かった、完全に分かった。この味ね、美味しいアーモンドの香りがまずポンときて、はい、チョコレートクッキーの甘みで、はい、で氷がシャリシャリしてる感じ。はいはいはい。クッキーはうるさいっすよめんどくさそうな人来ちゃった。俺はできないよ。これは絶対できない。やったね、スタバサーバー。これはよくある味なんだ、もちろん。よくある味なんだけど、その中で一番プラス。じゃあ、待ってください、じゃあ、皆さん楽しみにしてください。今回は成功するのかどうか。はい、それでは買ってきました。まずチョコは、あとアーモンドのためにアーモンドチョコ。なるほど。で、これがあのチョコチャンクあったんですよ。チョコチャンククッキーが、それ見ながらあのクッキーのグリーム、はいはいはい、あとこのあのまたいつものように例のごとくコーヒーを固まらせたものを、はい、あと牛乳、うん、あとこういうもので、これは成功しそうですよ。ほぼほぼ成功すると思うんですよ。うん、あのね、量がやっぱどうしても多くなっちゃうから、うん、あと一つだけ入れます。量が多くなっちゃう、すいませんね。あ、じゃあ本当ちょっとしか作らないで、これも本当はチョコチャンクッキー丸々1個入ってると書いてあるんだけど、まだこれは結構多めに、はいはいはい、多めに入れます、こんぐらい。ああ、なるほどね。丸々1個表現と、これで。そうはいはいはい。今日の成功確率は 72% です。お、いいですね、いいですね。成功させてなんぼの業界なんですよ。失敗しちゃうとね、まあこの動画見てほしいんですけど、はい、この動画ね、最近僕いろんな人によく喋るんですけど、あのよくこんなまずいものをスカッシュのみんなが食べれたなと。どういうこと、どういうこと。カレーも、ああやってたカレーなんですけど、はい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 、スカッシュのみんなもよくこれ食えたなと、うんうんうん、今でも思ってるんですよ。よくいろんな人に言うんです、その話を。まずいもん食ったんだよと。まずいもん食ったんだよって、スカッシュのみんなすごすぎると。ハーゲンダッツのね、クッキー&クリーム、クッキー&クリーム5分の1ぐらい、あのハーゲンダッツの、ハーゲンダッツので、これをこれやっぱ出ねえんだな、これ。入ってないっすよね。さあね、シャンパニーまさに戻ってきた。あー、なんかこれ美味しそうだよね、いつも思うけどね。これ甘くしてあんの、これは。してないのよ。え、あえて、あえて、あえて甘くしてないの。チョコの味したんですよ。はいはいはい。絶対チョコ入ってるの、あれ。いや、俺普段チョコはさ、そんな食わないからさ、分かんないでしょ。分かんなかったけど、あれチョコの味なの。あれも完全なるチョコなの。ここに牛乳入れていきます。はい。やっぱね、こういうのに牛乳入れる瞬間っていうのは俺好きよ。俺も好き。あ、でもこれチョコはな、これなんか飛び出たけどさあ、どうだ。美味しそうじゃないですか。美味しそうではあるけど、あ、味見しないでそっち入れちゃっていいんですか。あー、全然違うけど美味しい。牛乳足りないのかな。もうちょっとコーヒーも、もうちょっとそのシャーベット感が欲しいんですよ、こっちは。はいはい。長澤さん、さっきその夏感もすごく言ってたじゃん。いや、そうなのよ。それがね、ほぼほぼ抑えられてなかったのよ。俺なんてさ、スタバ行ったことないんだからさ、ここでしかスタバ味わえないのよ。その夏感がなかったらもうスタバじゃないですよ。結構みんな言ってくれてるんですよ。タツバタツバね、言われて調子乗ってんでしょ。入ります。原型なくなってんすよ。仕事やめてくださいよ。あ、完成しました。立ち上がった。ちょっともうちょっと冷たくしたいから、夏感もどうしても出したいから、ごめんね、氷ミック入れちゃいます。ちょっとこれがうまく取れなかったっていうだけで。いや、もう本当にね、早く飲ましたい。音良かったですよ。完成！
にケツぶつけてたんだ。あ、こだわりの一品ですね。うまい。今までで一番うめえ。さすがで。うん。バナナもスタバも含めて。あ、スタバも含めて一番うまい。ギリで飲みたいは勝ったな。どうしたどうした何なんだなんだ。うめえ。味はね、あの味出ないだろうなと思ってさ、あのちょっと粉っぽさとかあるじゃん。はい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 。出てる。15秒ぐらい俺無言なところ、うん、カットされてるかもしれないけど15秒俺無言だったんだけど、うん、何の味か、うん、アーモンド1個で出ると思えないんだよね。はい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 。もう味は100点。味100点すごいよ。え、アーモンド1個でちゃんとあの香り出てる、うん、100点だよ。それ以上言うことないよ。味100点。前川さん、前川さん、新しいスタバの新商品が出たんで。やった。いやいや、ケンちゃん服脱いで。コメントにあったから、なんでケンちゃんさ、いいじゃねえかよ。あー、高えなー。これは何？スタバで買ってきた。いや、僕が作った手作りです。タツバ。あー、何バ？タツバです。いい、美味しい。これはなんでこの格好させる。いや、その状態が一番美味しく飲めるから。そうそう。チョコチャンククッキーフラペチーノできましたー。よかったねー。